あの頃はでも 大打者っていうみんなさ130試合で130試合出るのが基準だったからね。だって応援がすごいってオープン戦も全員でしょ。そう、うん、全てが全員に出てるそうね、うん、この際やっぱり何だろうね、スタミナがこう馬力っていうかさ、うん、まあそれがだから普通だったんでしょ、ね、それとこのライバル心だよね、うん、競争心だよね、うん、だからいや隅の時のリリーフのピッチャーと誰がいたっけ。僕の時はだから江夏さんがやって、うん、で広島でやって、うん、でその後僕が受け継ぐような形で巨人でたまたまやって、うん、で巨人だからわーっと出ちゃって、うん、それで当時はストッパーって言われたん で、うん、でストッパーがいないと優勝できないよって言われて、うん、各チームがそこを作り始めたんですよ、うん、そうだよな、走りだよね。カトリさん、スミさんっていうのは、いや俺が先で、でそうそうか、カトリはだから途中でちょこちょこってあの合間にやってた感じだけで、で俺が肘壊したら今度サンチェが入ってきたんで、でカトリ、スミ、サンチェっていうトリオができて、王さんの時に、そう、王さんの時にもう何かあるとカトリ、カトリ、カトリは今でいうとどっちかというとセットアッパーですね。だからね、カトリもヘロヘロだけど、コーチの人間ってさ、行けてたらなんぼでも行くからさ、で、よう負け、それで結構勝てなかったんだよね、意外とあの年は、王さんがやった時は。そう、ね、優勝できなかったじゃない、1回しかしてないんだよ、確か。あの時はだから、カトリ、スミ、サンチェの時代じゃなかったかな、王さんの時は、うんうん、チャン・サンチェか、汚い男で、そうマウンドでうんこ垂れるしね。うんこはしないでしょ。そう。なんかでうんの踏ん張ったらビチッと出ちゃったって。そのせいでもあのベンチ後ろのトイレのカゴ引くの投げたの誰やこれってサンチがいいとかで水虫がミノルさんと二人で水虫が出てシューズ半分こう削っちゃってさ、こうやって出してるの。空気を入れない入れてない。これいい加減にせよ。でもあいつのスライダーはすごい、こっから先が柔らかくてね、すっごいんですよ、見事、あれが本当のスライダーやなって、130後半ぐらいだったんですからね、あれは本当のスライダーやなと思って、いや、その頃カトリがね、しょっちゅう使われるから、うん、もうそんなに使ったらダメだろうと思って、で俺、ちょもうさすがの解説やってたから、ね、評論時代にさ、ね、あのコラムに。カトリ使いすぎだと、うん、で王さんが確かね1年か2年目でね、みんなあんまり王さん批判ってできなかったんだよ。今できないですね、あの頃はもう怖くて、で俺がたまたまね、うん、あのカトリ使いすぎじゃないですかと、カトリは夏しか使えないって、うん、カトリ選考に引っ掛けて俺が言ったらめちゃくちゃ怒られてたあの当時の巨人担当がさ、むちゃくちゃ怒られたらしいんで、ええまた、これ、あんなやつがさ、偉そうに駆け上がってとかって言われて、まあでも、カトリ、まあ俺もそうだけど、やっぱり便利が良かったと思いますよ。便利やだね、なんでも行くもんな、行けって言ったら、また出てきてるよなんつってさ、だカトリも俺も、ピッチングなんかせえへんもん、そうそうそう、ベンチから行けって言ったら、そのまま行けるもん、まず、あの、ブルペン必要なかったし、そうそうそう、俺もブルペン投げたことないもん、キャッチボールしかしないもん、もうキャッチボールちょちょってやったら出てきてたね。うん、本当に当時8球投げれたか、もうそこで仕上げる段階です。はあ、そうそう。みんな、俺なんかはダメだった。僕らの時はね、僕らの時はね、リリーフって確立されてなかったんですよ。そうそう。特に俺ら若いやつは、まずブルペンで予選があるんですよ。コーチがブルペンでピッチングさせて、それを見て、で、ベンチにね、電話して、今日例えば隅使いますよ、隅は今日あかんですね、とか。まずそこは、ここを通らなきゃいけないの。へ、だから俺はブルペンでまずテストだから、うん、そこはブルペンでまず一回真剣で、ガチで行く、そうそう。で俺が言う、もう投げなくなったっていうのは自分の抑えというポジションを掴んでから、掴んでからもう自分の自由になる、それまではもう大変だったんだ。その頃ピッチングコーチは誰だった。木戸さん。木戸さんいたな。2軍なかったんで、木戸さんでね、木戸、まあ、スカウトもやってたよね。そうですそうです。いないのもうね。あ、そう、木戸さん残りいたやった、川上さんの下にいた方ですよ、ね、そうそうそう、もう巨人軍ユニオンもずっと何十年も寮長とかもね、そうそうそう、だからその予選でも当時はそういうシステムだったんで、で結局はあの先発できないやつがリリーフやるという感じだったんですよね。そうそうそう、で江夏さんがああいうふうにやってくれたから、でじゃあ隅は適材適所はリリーフやなみたいな感じになって、でその地位を築いてから俺はブルペンで自由にできるようになったんですよ、うん、それまではもう、だって投げる前で30球は真剣に投げてんだから。だって、コーチがうんってうなずかないと俺使ってもらえないの。
なるほど、ね、うん、それからもうみんなあの分業制ができて、じゃあ前半のリリーフはこれ、中盤はこれ、いわゆるセットアップはクローザーこれってなったけど、うん、私はセットアップはって言わなかったんだよ、敗戦勝利で言うとか、ね、あの間に投げてくるピッチャーがさ、ゲームが決まってるとかさ、中継ぎとかね、手が読んでる、うん、だから今はやっぱりそこはまあこう分かれたんだけど、まあ、まあ走りだもんね、あの頃江夏を筆頭にさ、めちゃ羨ましいですよ、今はええよ、でしかもあのストップクローザーは1人だしね、50試合投げて50人みたいな、それは50試合投げて100は超えるんで、だから3年目みんな3年目までにはみんな壊れてたね、肩肘やっぱり、うん、そ, う、うん、そういうのを投げすぎてる、仲のいい釣りのお友達大魔神から1人になったの確か、あ、うん、あ、それからみんな寿命がガーッと見るようになった、最初2人目が投げることありましたよね、なかったよ大魔神、あ、途中から1になった、多分あれ誰だろう、近藤さんかな、近藤さんか、近藤さんかね、あの人だよ、ゴンドさんの頃だね、あ、ゴンドさんはね、違う、近藤さん来た時はね、もうあの森田と、あ、そかそかそか、森田と佐々木で決まってて、それなんか中継ぎの、うん、今でいうセットアッパーのローテーションみたいな、なんかあれでなったみたいな、なんか五十嵐なんかもね、ちょっと、そうそうそう、近藤さんかな、うん、結構早くやる、近藤さんはだって今のいわゆる分業制度を確立したよ ね、で横浜とスーパーカーか、スーパーカートリオとかね、あの人おしゃれだった、そうそう、夏でもハイネック、うん、あの結構おしゃれた人だったよね、だから夏でもハイネックなんですよ、あ、そうなの、半袖で入ってたんじゃん、半袖でハイネック、はい、なんでかって入ってねえだろ、いやいや、年取るとここが見えると年取って見えるんだ、ここだからね、ここ隠すんだ、俺もそうなんだ、最近俺もこうやって隠してんだけど隠しきれないんだどうしても、で女の人はこういうスカーフ巻くの見えるんだ、そう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 、スミはだから巨人に入ったでしょ、はい、それで何年やって11年やって、僕巨人でね、長嶋、うん、順番ちょっと藤田、うん、長嶋、藤田、うん、で日本ハム行って、うん、近藤さん、近藤さん、うん、そして、3年やって、で次ヤクルト行って野村、でコーチは野村、うん、長嶋、一年生、そういうところです、ね、やったんだよな、そ れ、はい、それで結構そうそうたるメンバーと言ってるんですよ、上司に恵まれてそれ、まあ、ついで出たからさ、話題のついでに最後にやったのがその、じゃあ、ノブさんだ。ノブさん。あ、あ、現役ノブさん。現役ノブさんでしょ、はいはい、それはどうだったの、ノブさんの。よかった、よかったけど、うん、俺も、巨人で、うん、でも、抑えがダメで、で、球威もして、日本近藤さんが隅を前ピ、先発やらせたので、うん、それ条件で行ったんですよ、うんうん。で、それを条件で取りたいと、うん、先発やらすからということで、うんうん、それで、ヤクルト言ったら、ノブさんとこ言ったんですか、うんうん、またこの世界ですもん、巨人の世界、1イニングを左で抑えるみたいな、ね、うん、ところが俺らもう球がないじゃないですか、うん、で今の楽天の監督やってる石が横でバチバチで1年目に3年目バチバチ投げて、一緒に投げたら俺らバーンピューポコって言ってたからもう無理ですよって、でもあの年俺が一番投げたんじゃないですかね、40、50試合近く俺投げたんですよ、でリリーフ陣の中で俺が一番投げたんですよ、なるほど、でもうさすがに監督も俺はもう監督の要求には応えない、それだけ力がない、うん、で俺は引退したんですよ、うん、もう監督辞めますって言って、なるほど、じゃあ1年ですか、そしたらてめえこのやつを買ってやがるとほらやれピッチャー探してこい、それ俺の仕事じゃないんですよって片岡さんの仕事やそういうふうも言われてね、あ、そう、でもね、優しかったよ、最後俺99セーブして、うん、まあ、俺なりには15年間やって99なんで、うん、まあ、それ別に100にいかなくてもね、それでいいですって思った、うん、でもノブさんはいやいや、まあ、それだったら100歳やらせてやったのにって言われたんですよ、うん、もうその気持ちだけで十分ですって、今もう100やっときゃよかったなと思って、うん、節目でみんな出るからな、出るからな、記録で、そういうの、古田さんでしょ、キャッチャーって、そうそうそう、キャッチャー恵まれてますよ、うん、あ、そう、巨人、山倉、うん、で、ハム行って、あれあれ、あの田村、はいはいはい、あ、田村、うんうん、若菜、あの、若菜、よく聞いとけよ、お前、言いたけど、悪口言ってるぞ、ここで、悪口言ってる、いつもガン飛ばすんで、若菜さんひどい、投げてるときね、投げてるね、あいつ、若菜さん、たまに。一緒にやると、うん、おしみんノーサインでいいよ、お前たまくんノーサインでって言って言うんだよ、ノーサインでやるんですよ、うん、そうしたらやっぱり疲れるじゃないですか、頭が、うんうん、すみません、3回ぐらいだったらすみません、お願いだから出してくそーっと、あ、そう、あいつ
あいつね、パスボールをむちゃくちゃしてるわけよ、うん、日本記録持ってんじゃないかあいつ、うん、でもでその投げてるうちのほとんどが俺なんだよ。バカ野郎だあいつ本当に。お前なんでやって、流れるからこっちミットが、ね、それで、いやでもあれ肩弱かったしね。そうそうそう、肩弱い体勢からでもどうやっても投げるの、うん、あれはね、うん、俺が見たら田渕さんとあのあれだね、わからんだね、どっからでも投げる、でも田渕さんはあの頭の中、若菜さん性格で損してるんです。性格な、うん、性格で、性格がねちゃんとしてればね、それオールスターファン投票1位になれるような実力も持ちます。若菜お前性格悪いって言われてるぞお前今。いや性格悪いとは言ったよ、ただ成長を妨げてたのは確かだと思う。あいつ YouTube でいつも早くこう来て決着つくよって、いつもあいつから出してくんだよ。言ってあるけどお前金出せよお前交通費こうあの博多まで行ったのよ。まあでもおもろいね、キャッチャーはやっぱり大事だもんな。でヤクルトは古田でしょ、だからみんな大体一流の一流のキャッチャーにも全部やってもらってるから、俺なんか俺なんか野村と4年間だからね。いいじゃん超一流とて、超一流で俺4年間200イニング投げてんだから、4年間野村が200イニング俺の球受けてたんだからね。もう根本さん誰にもならなくてもその頃もうクイックの名人だったんです。いやそう名人だった野村さんがカバーしなきゃいけないですね。それはね大変だったよあの頃、キャッチャーフライは取れないしさ、キャッチャーフライはサードとファーストが取るからいい。